まあここは気持ちを切り替えて結びの一番にかけてほしいと思います。両横綱に言えますが、朝青龍も優勝は決めていますが、なんとか最後は優秀締めくくりたいところだと思います。琴奨菊と竹風が土俵に上がっています。琴奨菊6勝8敗竹風5勝9敗です。まあ、それと北の富士さん、はい、途中までは春馬富士、琴欧州という両大関にも、はい、あ今場所はあの終盤まで行ってくれるかなという期待を抱かせてもらったんですよね。そうですね、特に琴欧州に期待しましたけどね、はい、もう本当に別人になってしまいましたね、うん、後半はあのこのところ数場所、去年の名古屋秋あたりからあの10日目あたりまではいいんですが、うん、そこからガタガタと崩れてしまうんですね、琴欧州の場合。やはりこうして見るとあの小さい力士に弱いのかなという印象を受けましたね、うん、そうでしたね。まあ、また後ほどお話しいただきますが、土俵上は琴奨菊6勝8敗東の小結で負け越しましたので、来場所は平幕に下がりそうです。対戦相手は竹風5勝9敗です。得意のがぶりよりも今場所は少なめでした。琴奨菊も出直しとなります。そして竹風、今場所は琴光喜と琴欧州2人の大関を破っていますが、ここまで5勝9敗。竹風が中に入ります。あららら、そのまま攻め切りそう。押し出し竹風の勝ち。なんと琴奨菊何もできませんでした。これは北の富士さんどうしましたかね。立ち合いに当たり負けしましてね、はあ、逆ですよね。そうですよね、そして左刺されて一気に持ってかれるなんて、ね、ただ今の決まり手は押し出し、まあ、今場所あまり良くない琴奨菊でしたがね、はあ、今日の相撲はこれはもう完全にもう大関候補からもう脱落という感じですよね。そうですね、三役戻ってくるとこういう相撲になるんですよね、あのこういう相撲が一場所に1回でも2回でもありますともう大関というところには届かなくなってしまいますので。そうですね、まあ、完敗ですね今日は。完敗ですよ、うん、もう最初から最後までもう下位の力士にね、はい、こうして攻められるというのはできませんね。うん、向正面舞の海さんどうでしょう、うん、そうですね、やっぱり ここでもう大関に上がる人であればですね、はい、土俵の中央で相手の当たりを受け止めて、はい、左を差して組み止めて前に持っていかなければいけないんですよね。もしかしたらこう本気でですね、はい、もうどんなことがあっても大関に上がらなければいけないという強い目的意識が足りないのかもしれないですね。だからこういう相撲に現れるんだと思うんですよね。まあ、これまた奮起を期待したい琴奨菊ですが6勝9敗竹風も6勝9敗で終わりました。さあ花道の奥です。春馬富士の後ろにもう朝青龍の姿も見え隠れしています。いよいよ千秋楽三役揃い踏みに向けて主役も入場してきます。こちらは白鵬の後ろ姿、あ、いや朝青龍の後ろ姿です。朝青龍の西の花道、そして琴欧州の姿は東の花道の奥ですが、その向こうに付け人も何人か重なっていますが横綱白鵬も出てきています。こちら横綱白鵬、優勝は逃しました。連覇はできませんでしたが、何としても結びの一番に白鵬としてのもう一人の横綱の意地をかけたいところ。さあ琴欧州がどうやら中に入りそうです。花道を入ってきそう。
東の方、そしてこちら西方、春馬富士と朝青龍が入場します。ほぼ同時に東西の花道から大関横綱が入場してきます。25回目の幕内最高優勝を昨日決めた横綱朝青龍。